皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。今回もですね、またちょっと熊本に、ドライブ出かけておりますが、今回はですね、熊本県ですね、阿蘇市にございます滝室坂という、ね、交通の難所をですね、これから走っていきたいと思います。国道57号線沿いにあります、峠なんですが、標高差があるところをですね、こう熊本方面に向かう際は、下りでですね、今から歩いて走っていきます。もういよいよですね、こちら滝物坂というですね、坂に入っていきます。これですね、ヘアピンカーブっていうか、もうカーブがとにかく多いんですよ。 ですからこう運転が非常に難しいですよね。だから眺めは今左手の方はですね、阿蘇のですね、五岳中央のですね、山々が見えておりますが、ここから今からですね、急にカーブがですね、そして下り坂になります。今ご覧の通りですね、こうトラックの往来がとにかく多いんですよね。熊本と大分を結ぶ大動脈でございます。でですね、私過去にはですね、原付でですね、こう登ったり下ったりもしましたし、後ほどまた紹介しますが、なんと歩いて子供たちと一緒に集団で下ったこともございます。もう本当に昔から難しい場所で、この滝室山という、ね、お食事所もあるように、今から本当に本格的な滝室坂ですね。今左手にありますが対比場です。下りですね、特にこの、冬も阿蘇寒いですから、雪も降りますし、こう、ね、凍結もするですから、そう滑り止めの対策として今対比場もですね、こう何かあった時に逃げられるようにしてますし、ちょっと道路の路面は映ってないと思うんですが、溝が引いてあります。スリップ止めですね。個人的にこれ、幼稚園の頃見た時にですね、こういうなんか豚肉ありましたよね。こう焼きやすいようにこう線が入っている、ストライプが入っているようなですね。本当にここですね、交通量がとにかく多いんですよ。で、このトンネル、失礼しました、峠はですね、雨がですね、雨量が降ると、実際に通行止めにもなりますし、熊本地震でもここですね、ちょっと被害が大きかったんですよ。ですがしばらくここ通れなかったという時期もございました。でですね、昔からここは豊後の国大分と肥後の国熊本を結ぶですね、参勤交代の道でもありました。豊後街道もしくは肥後街道と呼ばれております。でですね、もちろんこの滝室坂もですね、さにその参勤交代の道でして、もう本当にこれ歩くだけでもね、交通の難所だということは分かりますが、このやっぱ阿蘇は山がありますから、どうしてもこうどっかで乗り越えなきゃいけない。熊本から大分通るとき、日田方面行くのもそうですし、今この竹田方面からアクセスするのも、ね、複数ここの行くのにも大体山を登ります。そういう道でございます。で実際私その2007年の8月お盆ぐらいにですね、子供たちとその参勤交代の道、大分と熊本を1週間かけて125キロ歩くという参勤交代徒歩の旅ですね、豊後街道の旅の私大学生スタッフで、歩きました。子供たちの半月リーダーということで、総勢多分150か200ぐらいの集団でですね、このねカーブを歩くわけですよ。大変、トラックがとにかくいっぱい入ってます。今ね、自転車の方もいらっしゃいますけど、このね路側帯っていうのがね、ほんと狭いんですね。意外と気をつけなきゃいけないのがですね、水筒なんですよ。水筒はこう道路側にはみ出てるとパーンってね、車とぶつかって大事故につながりますので、そこはねかなり注意しました。でもうちょっとですかね、この今カーブがずっと続いておりますが、これ、ね、途中からですね、その参勤交代の道は、降りていく道があるんですよ。このずっと道路沿いではなくて、この左端、左からですね、ずっと別の道がありまして、そこにこうメイン道からですね降りていって、下っていくんです。ここ今から行きます。坂梨というところですね、ここも坂梨なんですけども、坂梨宿という宿場町に続いていくわけなんですね。余談ですけど、その歩く道はですね、結構アドベンチャーみたいな感じで、こう森の中とか小川沿いを歩いていって、で途中ではしごもあるんですよ。で地元の方が設置していただいてですね、
それがまあ面白いですよね。ちょっと冒険というか、スタンドバイビーみたいな感じですね。スタンバイビーということで、そして今これトンネルですね、今工事も上を進めておりますが、さっきちらっと言いかけたんですけど、滝物坂もですね、実は今トンネル、新しいトンネルをね作っております。予定では2021年の3月、まあ、あと半年ぐらいでできるかなというところですね。確かトンネル自体が4キロぐらいですね、本体が。で、そのまあアクセス道ということで、まあ、プラス 1キロ、1キロの、まあ、全部で6キロぐらいの道路なんですね。やっぱりこう災害の時にですね、この滝物坂が使えないというのは大きくなりますので、まあ、その代替路ということで、できるということでございますので、またですね、ちょっと帰り、この登り、今度はですね、登りをやってみたいと、登るというかですね、大分方面に登っていきたいと思いますので、ひとまず一旦失礼します。続きでまた、トンネルの話もできればと思います。さあ、今度はですね、逆に、大分方面にこれから向かいます。この滝物坂、今度大分方面は、登りになります。こう、今、もうちょっと下、左の方にですね、見えてきますが、結構な標高差を今度はぐねぐね登りますというところでですね、まあ、登りとなるとですね、こうなかなかこうトラックとか、まあ、私原付でも登ったことがありますけれども、今度ねなかなか登らないんですよね。ですからまたこれまた運転が難しい、カーブも相変わらずあります。まあ後ほど紹介しますけれども、途半車線も用意されておりますので、まあね、安全運転でですね、これから登っていただきたいと思います。これね、どんどん少しずつ登っていくと、左手の方が、まあ、阿蘇の街中ですね、盆地の、まあ、そこの、カルデラの底になるんですけどもね、本当、夜通るとこを開いてみると、かなり綺麗な夜景です。で、ということで、滝物坂の看板が出てきました。ここからいよいよ、滝物坂、看板です。今、この時点、標高が571メートル。本当運転しながらこう阿蘇は本当にドライブ、今日みたいに特にこう青空な時っていうのは本当気持ちいいんですよ。ね、まもなく紅葉も始まりますので、ぜひ皆さんね、阿蘇に紅葉を見に行こうよ。すいません。なんか急に寒くなりましたね。ちょっと鼻がね、左の鼻が今いちご切りになったつばってね、大失礼しました。今右手にですね、阿蘇のですね、よかよか亭さんという、ごめんなさい、カメラだったら見えないと思うんですが、おみんレストランがございます。こちらですね、まあ、この熊本阿蘇を代表するですね、赤牛というね、牛をですね、まあ、ステーキとかハンバーグとかございます。まあ、私も以前動画でですねご紹介いたしましたが、ここのほんとステーキ美味しいんですよ。もう身が詰まって肉汁もぎゅーっと牛だけにぎゅーっと詰まっております。もう私のね油汗と全然違いますね。ね、ごめんなさいね、品がない話をしてますけど、こうやってまたカーブが続いて本当に運転が難しくなります。で、対向車が今度出てきまして、対向車はもう下りですから、それはもうね、スピード重加速の運動です。わかんないですけどね、スピードありますね。本当はみ出しには気をつけてください。こちら雨はですね、雨量が170ミリを越した時に通行止めになるそうですね。今右手相当今綺麗な阿蘇の盆地が出ておりますが、ちょっと見られませんが、このまあ結構やっぱ寒いですね。今ちなみに私急に暑くなったんで、大津からですねちょっと半袖になったんですけども、ちょっと今肌寒くなりつつあるかなと。ちょっと温度計がないので何とも言えませんが、この辺りの右ですかね、あと私が山頂今朝行く時にですね紹介した参勤交代で歩きながらの寝室道っていうのは、だいぶちょっと草が生い茂ってますが、このね、やっぱ地元の方がですね、特に坂梨地区の方がですね、昔の歴史ある道を残そうということで、いろいろとですね、清掃活動や保全活動をですね、されております。本当にありがとうございます。本当、この歴史っていうか、こういう文化っていうのはですね、その地域のシンボルにもなりますし、その歴史から私たちはいろいろですね、先人たちの苦労とか、失敗談を、まあ、繰り返さないようにとか、成功した事例を今でも令和でも取り入れていこうという、ね、前向きなものになりますから、ね、本当その地元を愛するですね、そ
して地元を大切にするってことは大事だなと思っています。この阿蘇はですね、ジオパーク、世界ジオパークですね、まあ、あの地球の成り立ちがわかるですね、まあ、岩とか、まあ、火山とかもそうですし、それと人々の生活で、その自然があって、でどうやって人々は暮らしていっているのかというところをですね、こう学んでいける場でして、まあ、私も地元は大分県豊後大野市でジオパークでジオガージしてますが、まあ、この地元をこう大切にするというのも、ね、大事ですし、まあ、この今くねくね道を通ってますけれども、こうやっぱ阿蘇というのはこう火山噴火が、ね、まあ、過去に4回大きい噴火があって、こういうふうにです、ね、まあ、山ができたり崖ができたりしてるわけです。その上でこうやって人々はまあ道を作るんですけども、まあ、一気に、ね、標高差があるところは登れないですから、こういうふうにまあ自然がそこにあって、それに対して人間が適応するというのが正しいですね。ですがこういう道になっているんですね。本当こう毎度こう山の工事とか、例えば橋を架ける工事とかですね、こうスカイツリーとか置いたり高いタワーを建てるってなるんですね。本当あの工事されている方には本当ご尽力ですね、というかまあ本当に感謝ですね。私だったら怖くてできないっていうね、いうものですけども、まあそういう話をとあるジオガイドの友人したら、いや金さえあればなんとかなるんだよとかいう話をしててですね、なんかそういうなんかすみませんたわいもない話をしてますけども、もうそろそろかなと思います。竹物坂もですね、割と遠いところですがね、今あのレストランの竹物坂で間もなくですね、途半車線が終わりまして、いよいよ竹物坂の本当の終わりとなります。ちょっとカメラが傾いたまま走ってますけども、間もなく終了でございます。でこのやっぱり交通の難所いろんな各地にありますけども、まあ、いろんな歴史もありますし、まあ、新しくいろんな道路もできているというところでございます。で、まあ、あのいろんなことに感謝しながら、そして交通安全でですね、これからもドライブで生活をしていきましょうということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録ぜひお願いいたします。まあ、これからもですね、いろんな旅行動画とかドライブ動画紹介してまいりますので、一緒にあの旅をしましょう。で新型コロナウイルスかでですね、なかなか動くのは難しいですけれども、まあ、エア旅行という感じで、一緒に楽しめればなと思っております。それではまた。